統計上問題ですよ、ね、1問目からいきなりはいシルクロードを命名したドイツの地理学者はリヒトォーフェンリヒトホーフェン,フフェンうん次知ってる人少ないんじゃない次ねはいシルクロードの別名オアシスの道オッケー次シルクロードがオアシスに恵まれているのはルン山脈や何々山脈の山霊を走っているからであるどこ何々山脈とはルン山脈や 天山山脈の。はい、天山山脈、ね。そうです。雪解け水がね、麓とから湧き出るんですよ。なるほど。それがオアシスなんですかはい、そうですね。それがオアシス。次。はい、北を天山山脈、南を訓練山脈、西をパミール高原に囲まれた盆地はタリム盆地。タリム盆地ですね。ここら辺の、ね、地理をね、よく資料集見ておいてね、欲しいです、ね。ああ、これ民族史の肝なんですよ。肝ですね。肝です。はい。はい 次行きましょう。はい。で、このタリム盆地にある砂漠。タクラマカン砂漠。これタクラマカン砂漠の意味知ってるお前。何何何生きて戻れない死の砂漠。<laughs> じゃあ行かねえやダメだよね <laughs> いや、でもお前、この砂漠があるシルクロードに行かないとダメなんですよ。行商,ダメな行商がね。あー、儲からないはい。儲からないです。そういうことなんですよ。次の問題だ。はい。タリム盆地は タクラマカン砂漠ということじゃんうんタリム盆地にタクラマカン砂漠あるからイコール東何東トルキスタンはいタリム盆地イコールタクラマカン砂漠イコール東トルキスタンオッケーじゃあ狭い意味この三つあんじゃん狭い意味の何と呼ばれる狭い意味の西域西域この西の地域の域と書いて西域ねじゃ次行きましょうはい狭い意味の西域への入り口にある韓人都市中国人しかいない都市はトンコ トンコかカンあれ <laughs> 中国人だ。あの、シルクロードの入り口ですね、トンコウはね。なるほど。はい。あ、トンコウ、うん、ちなみにあれだよね、武帝が。トンコウ軍はい。トンコウ軍作りました。火星四軍。その時にできたということで。なるほど。はい。次。はい。シルクロードだから、つまりあの、山の迂回山通れないからさ。う,ーんう,んう,んうん。う回ルートに当てるんだが、どうしても越えなくてはいけない高原。パミール高原。パミール高原が、目の前に立ちはだかっているわけですよ。じゃあ、世界の屋根は <laughs> ファミール高原。じゃあもう一つの世界の屋根はヒマラヤ山脈。すげえ。はい。ファミール高原の境に東西何々に分かれる。東西南北。あの、東西トルキスタンに東西トルキスタン。だから、ファミール高原より東を東トルキスタン。はい。ファミール高原より西を西トルキスタンと呼びまーす。すげえ。はい。タリウム盆地の、あの、西端の都市はカシュガルカシュガルじゃあ、中華人民共学、新疆ウイグル自治区の 西にある巨大オアシスト誌は。歌手がある。歌手がある。休みたがる歌手がある。はい。気合入れたがる、休みたがる歌手がある。だから、あの、ファミール高原に行く前に休憩するんですね、ここで。まあね、世界の屋根だからね。世界の屋根超えるためでさすがに休憩するんだよ。それが歌手がある。そう。じゃあ歌手があるで気合入れんじゃん。うん。ファミール高原を超えました。ファミール高原を超えたってなって、どこで休むサマルカンド。サマルカンド。はい。じゃあ、 えっと、サマルカンドとカシュガルに挟まれた高原。パミ, <laughs> ミール高原。パミール高原。じゃあ次。えー、っと、じゃパミール高原から西に行った交易都市はサマルカンド。はい、交易都市。うん、サマルカンドですね。うん、次。アム、シル、両方の川に挟まれた地域は何地域何地方ソグディアナ。はい、ソグディアナ地方ですね。ソグド地方ですね。ソグド地方です。つまりはい。じゃあ次。ソグディアナ地方の中心都市。 サマルカン。サマルカン。シルクロードの交差点。サマルカン。サマルカン。いいね。じゃ、ソグディアナ地方は、な、西何々でもあります、どうぞ。西トルキスタン。西トルキスタンですね。じゃ、次、シルクロードの主要幹線。うち、北日本は、何々。何々。うん、どうぞ。北は、北日本は、天シャン北路はい。と、天シャン南炉。はい。まあ、北に、日本が天シャン北炉。天シャン南炉。うん、オッケー。次。 テンシャン山脈の南の盆地はタリム盆地。はい、タリム盆地。うん、タリム盆地。つまり、タクラマカン砂漠の南沿いの道を何と言いますかタクラマカン砂漠の南ルートは。はい。は、域南道。はい。じゃあ、タクラマカン砂漠の北の道を西域北道。あ、じゃあ、域極度の別名。テンシャン南道。そう、テンシャン南道。うん。じゃあ、西域の入り口にある肝心都市はトンコはい。じゃあ次の問題ね。うん。うん、テンシャン北道でいくか テンション何度で行くかいや、西規何度で行くかまだ選択できる都市はどこだうーん、トンコトンコ。トンコだったらまだ選択できる。なるほど。3個の道をね。ま、あ入り口ですから。入り口だからね。そりゃそうですよ。じゃあ、テンシ電ン何度で行くかいや、西規何度で行くかまだ選択できる都市はもう1個。もう1個あるやつね。はい。これがサマルカンド。ああまあまあ、これも要するに出口イコール入り口だからね。まだ選べるよね。じゃあ次。 乾燥地帯のオアシスト市で、11世紀の書類廃棄倉庫がそのままの状態で、20世紀に見つかったの。うん、当時、無価値と思われていた文章だからこそ、現在価値がある。これらの文章なんて呼ぶトンコー文章。そうだから、つまり、トンコで見つかったわけよ。だから、今俺らが、うんこ、うんこ、うんこって書いた紙をその辺に捨てて、<laughs> 9世紀後に見つかったら、<laughs> これすごいぞこれがうんこかってなる。<laughs> 多分あるよね、絶対。あるある。次はい。 タリマバンチを含め、パミール伊東の地域をペルシア語で。東トルキスタン。<laughs> ペルシャ人だ。東トルキスタン。スタンって、英語でステイトって意味なの、うん、ほうほうほうほつまり、まあ、東のトルコの地域。うん、なるほど。はい、そう。なんか、インドヨーロッパ語族みたいなやつそうですね。はいはいはい。次。パミール伊勢で、アム、シル、両方の川を中心とする地域を。うん、ペルシア語で。 ニシトルキスタン。オッケー、ニシトルキスタン。次。じゃあ、聖域北道のオアシスト市で、クマラジュ、ブッ町の出身地はガムうめぇ。くちゃくちゃしてる。そう、くちゃ。中国で人気の宝石である翡翠は、昔何と呼ばれた玉。玉。高価なね、ものなんで、玉は。玉の生産、つまりその玉の生産で有名な聖域南道のオアシスト市。ホウタン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 。